皆さんこんにちは、ストレッチ中島です。本日も中島聡オンライン始めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日のテーマいきたいと思います。本日のテーマはすねの入れ方、これについてお話しさせていただきたいと思います。すねの入れ方ではですね、いくつかパターンがあるんですけど、今日ご紹介させていただきたいのは、すねそのものをですね、前に踏む、押す、このようなパターンで、ブーツのタングですねに当てる、すねを押さえるというパターン。それともう一つに関しては、骨盤をですね前傾する、お尻を少し後ろにしながら、ハムストリング、後ろの筋肉臀部からですね、すねを向かって押すという形の2つのすねの押し方があります。でこれはですね、実際にゲレンデでですね、皆さんどちらか試していただいて、自分のブーツや、例えば自分の骨格もありますので合う方があると思います。それをやりながら実際にプループで確認したいとか、パラレルでも確認していただくとイメージの持ち方というのはすごく変わりますので、是非ですねこの2つをですね試していただければなと思います。はい、それではですね、今日はすねの入れ方についてお話しさせていただきました。皆さん最後までご視聴していただきましてありがとうございます。それではこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。さようなら。